でしょう。はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌一期一会。はい、今夜も吹雪の中というか大しけの中、佐渡島からお送りします。頭を何日間前に買ったらもうこの気温じゃ寒て寒てらちか、本当に雪がこう頭に降り積もって白髪がだいぶ増えてきたので一層白になったりして本当に困っております。でやっぱり寒い冬は寒ですと思って、と思ってもなかなく、何の気なしにやねて、今日は スーパーへちょっと惣菜の不足分を買いに行って、スーパー行ってふっと見たらこれがレジの近くにありまして、木本吟醸とか書いてありましたもんだから、思わずというかもう即座に何のためらいもなく買うてしまいました。まあそう高いもんだねもんで、まあ大手の酒だからどうだかなとちょっと不安っていうかあったんだけど、まあもう一気にと迷うこともなく、いや迷ったかな、迷うことなく買うてしまいまして、今一杯目、つか一口目、常温でというか冷やで飲んでみて、今この部屋で冷や、常温だと多分10度あるかねえか、いや、もっと低いかもしれん。5度から10度の間ぐらいの、まあ、冷てえ状態で飲んでみたわけです。で、こう、後ろの、なんかこう、いろいろ説明書きを見ると、なんていうか、飲み頃温度が冷やしてとかが20丸になっとって、缶は横線が引いてあるもんで、あんまりおすすめでないということだと思うんですが、そこはまあ厚缶小僧、うちらどんな酒でもいっぺん缶してみんかということで、この缶太郎くんで缶しました。さっきまあ冷やで飲んで、あ、なるほどなと、大手の酒だなって感じたんですけども、缶してみました。ちょっと温度上がりすぎたかな、ちょっと時間経って、下がってはきとると思うんですが、はい、なるほど。今初めて缶して飲んでみて、やっぱり俺は缶の方がいいと思うがのうって感じです。まあなんていうか綺麗にできとるんでしょう。まあ純米酒ではなく、まあ吟醸と書いてあるもんで、まあ純米酒ではないわけなんです。でまあ綺麗に仕上がって、でもやっぱりなんかこういい純米酒の名残がまだなんかこうあるような気がして、綺麗な酒です。とても木本作りとは思えんような綺麗な酒でした。ということで、はい、スーパーで、惣菜の材料を買いに行ったってチラッと見かけた酒を思わず買うてしもたという、その、スーパーの酒担当の人の、まあ、テクニックにやられたなという感じで、はい、ぜひ見習おうかなといろいろ考えております。どうやったら皆さんが振り向いてくれるか、手に取って、一本買うていこうかなっていうふうにさせられるか、そこが、はい、小売屋の、腕の見せ所かもしれません。はい、一つ勉強になりました。ということで以上、佐渡伊藤酒店晩酌一期一会でした。